今日はですね、リカちゃん、元町リカちゃんをご紹介します。まあ、これはですね、まあ、リカちゃんといえば1967年に誕生した宝が開発した人形ですね。まあ、現在の宝トミーです。まあ、日本で一番有名なファッションドールですね。ちょうど40周年ということは2007年、ちょうどその年に僕は横浜人形の家のプロデューサーを頼まれたわけです。その時にそうだ、リカちゃん展をやろうと思って、じゃあせっかくやるんだったら何か記念になるものということで、何かないかなと思った時に、そうだ、横浜だったら元町浜虎だみたいなね、それで浜虎リカちゃんを作ろうということで、まあ浜虎といえば北村のバッグで、そして福蔵の服、三山の靴、そしてポンパドールのパン、耳にはスタージュエリーのピアスをしたらということでですね、でもなかなかこれ許可が下りなかったんですけど、北村のバッグの、ね、北村ひろしさん、北村社長がとてもこう尽力なさってくれて、まあ、これが実現に至ったわけです。箱だとかスプリングコートもつけました。それでまあ1000体売れたらいいかなということで1000体作ったんです。リカちゃん展開催しました。そうしたらですね、3日で1000体売れてしまったんです。もうね、大騒ぎになって、あの人形の家にずらーっとこう列ができて、雑誌だとかで紹介してもらったんですよ。だから雑誌が出た時にはもうこのリカちゃんがいなかったわけです。そうしたらまあお客さんからね、もうせっかくリカちゃんを買いに来たのにないということで、それで急遽ですね、じゃあまた浜虎リカちゃんを作ろうということで、でも同じものは作れないんで、2代目リカちゃんはですね変えました。何を変えたかというと、このカーディガンとこのスカートも柄が違っています。あとピアスも若干違っているんです。これを作ったわけです。そうしたらですね、またこれも売れたんですよ。もう改めてリカちゃんの人気、そして浜虎ファッション、元町の人気がもう本当に全国だなと思って、もうこのリカちゃん作った時に痛感しました。まあ、今日はですね、この初代のリカちゃん、浜虎リカちゃんのまあ第1弾ですね、そしてこれが第2弾という、この1弾2弾をご紹介しました。3弾4弾とかありますんで、またお楽しみにしてください。今日は浜虎リカちゃんでした。